タクゲー、はい、ありがとうございます。ドランクドラゴンの鈴木拓です。ディレクターの川田です。ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、私楽しみにしていたちょっと編集の、はい、やってますよね。自分で編集してますけど、はい、見事に挫折してますんで今の芸人さんみんな編集やりたいんですよ。っていうのもディレクターさんのみんなこっちが高いんだと思いますディレクターさんのこっちがだから自分でやったら金かかんねえんじゃねえのみたいなので、はい、プロの領域を犯さない程度にこれだっていいでしょ。めちゃくちゃ嫌じゃないですか、業界の人全体に何か言ってます、はい、そうそうそうですよ。だからもう全員を敵に回したくないじゃないですか、はい、だからそんなすごいのじゃなくていいので、はい、まずは基本、はい、本当に基礎の基礎から始めて、はいはい、まあ、ゆくゆくもっとこういうエフェクトを使ったりとか、うん、そういうところまでいければなと。わかりました。同業者には恨まれないようにしましょう。そうですね、はい、なのでそこだけ結構手前のところでパッとやめとけばいいです編集の前に素材がないと、はい、なるほど、編集ができませんので、はい、素材を取りたいなと、うん、はい、なんといっても大事な映像素材、皆さん撮影の設定は確認していますか？撮影の段階から基礎を抑えていきましょう。カメラの設定で様々な動画サイズを選択することができます。この段階で設定を間違えるととんでもなく画質の荒い映像になってしまったりするので、撮影の前に確認をするようにしましょう。基本的にはフル HD 以上のサイズで撮影をしていきます。 4K サイズで撮影するのもおすすめです。高画質なので編集で寄り引きをした時に映像が荒くなりにくいメリットがあります。しかし PC の性能によっては映像の処理が追いつかず編集ソフトがフリーズしてしまう場合もあるので注意が必要です。ちなみに FPS というのは1秒を何枚の画像で構成するかを表したもの。30フレームなら1秒につき30枚、60フレームなら1秒につき60枚、つまり60フレームの方が動画としては滑らかになります。3、2、どうも、塚地じゃない方です。ですね、僕はこれ車をね初めて買った時の話なんですね。僕の車奥さんと一緒に相談しまして買いまして、で奥さんに言われたのは、この車絶対タバコ吸わないでって言われたんです。でじゃあもう分かったよ、タバコ吸わないよって。まあもともと僕も吸いませんし大丈夫だなと思ったら、うちの相方が乗ってきて、その当時ですよ、うちの相方はもう1日5箱吸う人でしたから常にタバコ吸う。で案の定僕の車に乗った時に、僕と相方と2人だけですね、タバコをこうポンポンと出して吸おうとしたので、ああごめん使っちゃうと、この車禁煙車なんだよって俺言ったんです。そしたら鈴木とタバコどっちかやめるぐらいだったら鈴木とコンビやめるわって言われたから、もうしょうがねえと思って、分かった分かった、じゃあいいよ吸ってって言ったんですひどい話なんですけど、それで、相方を現場に送って、で僕も仕事やって帰ったわけです。家に帰ったら奥さんはタバコ吸わない人なので、車乗った時にあれタバコの匂いするって言ったんです。だからもうこれ正直に言うしかないなと思って、ごめんねって、つかっちゃんがねタバコ吸っちゃったんだよって言ったら、うちの奥さんがぐわーっと怒ってた顔がスッと元に戻って、あ塚地さんか、じゃあしょうがないね、この車塚地さんが働いて買ったようなもんだからねって言われましたねすいません本当に。はい OK どうも、塚地じゃない方です。車をね初めて買った時の話なんですね。奥さんと一緒に相談しまして、この車絶
絶対タバコ吸わないでって言われたんです。まあもともと僕も吸いませんし大丈夫だなと思ったら、うちの相方が乗ってきてタバコをこうポンポンと出して吸おうとしたので、ああごめんつかちゃんと、この車禁煙車なんだよって俺言ったんです。そしたら鈴木とタバコどっちかやめるぐらいだったら鈴木とコンビやめるわって言われたから、もうしょうがねえと思って、分かった分かった、じゃあいいよ吸ってって言ったんです。家に帰ったら奥さんはタバコ吸わない人なので、車乗った時にあれタバコの匂いする、つかっちゃんがねタバコ吸っちゃったんだよって言ったら、あ塚地さんか、じゃあしょうがないね、この車塚地さんが働いて買ったようなもんだからねって言われましたね。すいません本当に。今撮ったと思うんでそれをもう USB で直接つないで、はい、わかりました、はい、これね、これでガレリアのパソコンにつなげましたよ。今ガレリアのパソコンに、うん、はい、パソコンにつないだらスマホ側を操作して許可を選びましょうということで、はい、今指している状態なんですけど、はい、どこの何に今入ってんのか。あの iPhone ぶっ刺したのはいいんですけど、はい、これが出てきてるはずです。お、なるほど、はい、Apple iPhone、なるほど、刺したやつが今出てるんですね。そうです、読み込まれて今出てます、はい、この Apple iPhone を開くと左のあそこですね、はいはい、このインターナルストレージってやつが出てきて、はい、ここをクリックすると、はい、出てきました DCIM、はい、ここ DCIM、はいはい、ここに実際にスマートフォンで撮った写真とか、はいはい、動画とかがこのフォルダの中に入ってきます。じゃあこれ今、僕のスマホの中覗き見してるってことですか。そうです。なるほど。でこれ全部見えるってことですか。このスマートフォンに入ってるやつは見えます。ああの変なあのエロ動画一応今開きました。はい、なるほど。開くとフォルダ分けされてますね。2017年から、はいはいはい、多分2022年5月、はい、今日2022年5月なんで、はい、ここにあそう入ってます。こちらはい、開くと、はい、いろいろ出てきてますね。つむつむの、つむつむ、はい、ちょっと別に今調べなくていいですよ。すごいつむつむ、つむつむばっかりです。あれつむつむのスクショすげえ撮るじゃないですか。はい、これまあ一応ねツイッターに上げたりして、あれじゃないですか。その一個下、そろそろ、ね、それですね。なるほど、はい、モブですね。モブ、はいはい、iPhone で撮ると、はい、MP4 じゃなくて、はい、このモブっていう形式で、なるほど、モブの方が割とあのアップル製品よりの形式です。動画形式、なるほど。で MP4 の方が、うん、どっちかというと Windows よりの動画形式になります、うんうん、なるほど。一応両方とも、はい、両方で再生はできるにはできるんですけど、はい、これをどっか別のところに入れます、はいはい、まあ、例えばこいつだけを引き抜くんですよね。こいつだけを、はい、こうドラッグ&ドロップで、はい、例えばビデオとか、おー、なるほど、このパソコン上に持ってってあげます、はい、んと年寄りのパソコン教室ですね。でも意外とこういうとこなんですよね、はいはい、こういうところでまずつまずきます。絶対に。で、はい、ビデオを開くと、はい、こんな感じでここに、なるほど、いますね、はい、はい、あとはもうスマホを抜いてももう大丈夫ってことですね。大丈夫です、はい。なので、まあ、自分の好きなところに入れていいんですけど、はいはい、どこに入れたかっていうのをちゃんと明確にしておくっていうのが大事です、ね、はい、忘れないように、はいはい、ここから、はい、いよいよプレミアプロ、なるほど、立ち上げていきます、はいはい、まだ始まってもなかったですから、ね、始まってもないんですけど、はい、開きます。お、そこのプレミアプロ2022、もし画面の下に表示がないときは左下のウィンドウマークからプレミアプロを起動しましょう。でまずは、はい、新規プロジェクトですよね。新しいこと始めるんでね、はいはい、新規プロジェクトを開きます、はい、おのこ出てきた。でこれですね、はい、まずプロジェクト名タクゲーとしておきます、はい、で、さらにこのプロジェクトの保存先、はい、今回はパソコンの内部の D ドライブというところに設定しましたけど、はいはい、プロジェクトを作るとこんな風に、なるほど、プロジェクトが
さっき指定したところに新しくできると、はい、なるほどいうことですね。 D のところに入ってますね。はい、はい、入ってる。でこれをはいで、はい、開いた状態になります。はい、でまだ何もないですよね、動画とかも。そうです、はい、何もないんでここでもう何が何だかってなっちゃうわけですね。はい、まずちょっとチェックしていただきたいのが、はい、このファイルからプロジェクト設定、はい、まあ、一般ってやつですね、はい、に行くとそうだこんなのあった、まずこれが出てくるんですけど、はい、もうこの時点でもうやめちゃいますよ、危ない。レンダラーってやつですね、はい、これはこの一番上の GPU、はい、ガレリアでいうと、はい、RTX3070 チタンが入ってますね、はい、これをとんでもないバケモンが入ってます、はい、それを使ってほしいんで、はい、この GPU 高速処理を選択して、一番見てあげたいのは、はい、その GPU をちゃんと使ってくれるかどうか。 GPU CUDA ですね、はい、ここだけちょっと見てあげた方がいいかなと、はい、SGA いや、サガ、あ、そうです、危ない A しか合ってない俺CUDA これを使われてるかどうかですね。そうです、これを使われてるかどうか、はい、で、スクラッチディスクもちょっと見てみます、はい、このタブを一般のアート見てみて、はい、基本的にはプロジェクトファイルと同じところに、はい、この全部設定しておいてあげればいいかなと思います、はい、プロジェクトファイルと同じを、はいはい、全部プロジェクトファイルと同じでいいかなと、はい、ここに1,2,3,4 4つの大きくパネルがあるんですけど、はい、簡単に言うと、はい、これはさっき撮影した動画とかの素材がそのままここに映像で出ます、はい、なるほど、まだ切ったり貼ったり文字乗っけたりする前のやつ、前のやつ、はい、素材がここで再生されて、はい、でこっち、はい、こっちはこのタイムラインで編集した、はい、映像がここで流れてきます。なるほど、成形後ですね、こっちが。そうです、成形前、成形後、成形前、成形後、はい、こっち下が手術ってこと、下が実際に編集するタイムライン、はい、手術ですね、手術、はい、でここに実際の素材、はい、素材2つ入るんですね。あ、素材はここに来て、これはあくまで再生、あ、なるほど、再生したりするところ、はい、再生されるところがここですね、はい、ここはじゃあまな板で、はい、こちらはそれを見やすくしてるっていうことですね。ずっと見るってことですね。いや、分かりにくなんとかこうみんなに分かりやすいようにいや、分かりにくくしてるんですよ、はい、さっきから冷蔵庫、まな板、まな板、はい、でこれ出来上がり、出来上がりね、はい、で、ここに、はい、その素材とかを入れていくんですけど、お、入れちゃいましょう、入れちゃいましょう、 MP4 とか、はい、モブ、はい、で撮られた形式の動画であれば、はい、入れるのは簡単です、はい、なるほど、このデータなんですけど、はい、タイですかね、タイですかね、はい、タイです、はい、こうなった、クーラーボックスから今度冷蔵庫に、ここに、はい、いきなりまな板には置きませんからね、はい、入れます、はい、これ終わりです。あ、もうこれでおしまいですか。はい、これで完了、簡単、非常に簡単、すごい下画面にしてちょっとちっちゃくして重ねてそのままあそこに入れちゃえばいいわけですね。そうです、はい、入れてあげればいいわけです。で、注意したいのは、はい、ここ入れたじゃないですか、はい、入れた後にこの動画データを動かさないことです、はい、なるほど、今入れたじゃないですか、はい、入れた状態でこれを例えばこの違うファイルとか、はい、場所移動しますと、はい、これメディアがありませんって、知らなかった、出てきちゃうんですよ。もうじゃあ入れたら絶対そこから動かしちゃダメなんですね。そうですね、あの場所から入れたものがあるよっていう認識なんで、はい、なるほど、入れた後に素材を別のところに入れちゃうと、はい、今のハテナって出てると思うんですけど、はい、え、どこ行ったの元の素材は。なるほど、うわー勉強になるこれ、なっちゃうんで気をつけたいのは、はい、あ、そうです、入れた後に動かさない。なるほど、はい、ここ入りましたね、はい、入ったのでこれをダブルクリックすると、はい、ここに
まあ、こんな感じ中身が見れると中身がここで見れるようになるという感じですね、はい、で、今度はこれをタイムラインに載せたいと、はい、まな板の上にね、そうです、はい、簡易的に編集していくのであれば、はい、もうこれをそのままこっちに持ってきて、うん、はい、簡単これで OK です。おそうすると、はい、ここにこの新しいこいつができるんですね。はい、なんかこうつくしの周りに横にピョピョと、はい、これがそのタイムラインのマーク。うーん、だからここのタイムライン消しても、はい、こっちからさっきのタイムラインもう一回見たいってなったらここをクリックすれば、はい、また。うん、なるほど。なので これが作業してるやつですよっていう、はい、これをシーケンスっていう。なるほど。ですけど、で再生するとこっちが、なるほど、こっちが再生する、はい、素材は、はい、っていうことですね。はいはい、わかりました。今日はここまででございます。わ、ここまでですか。やっと来たなと思ったんですけど、やっとここまで来ましたね。はい、いつの間にか僕はあぐらかいてますけどもね。すいませんね、本当にこれはまああぐらで終わっちゃいます。はい、もし良ければチャンネル高評価そして登録の方、何せ金はかかりませんので、すいません、とにかく本当にすいません。今日は終わります。どうもドラッグドラゴン鈴木でした。川田でした。急に。すいません。